ただいまから政治倫理の確立および選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、森谷博史君および柘植芳文君が委員を辞任され、その補欠として道子茂君および和田正宗君が選任されました。この際、金子総務大臣、田畑総務副大臣および鳩山総務大臣政務官から発言を求められておりますので、 これを入りします金子総務大臣おはようございます総務大臣の金子康でございます公正かつ明るい選挙の実現に向けて副大臣大臣政務官職員とともに全力で取り組んでまいります松下委員長をはじめ理事委員の先生方ご指導よろしくお願い申し上げます 田畑総務副大臣総務副大臣の田畑博明でございます金子大臣を補佐して全力を尽くしてまいります松下委員長また理事委員の先生方の格段のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます鳩山総務大臣政務官 総務大臣政務官の畑山次郎でございます金子大臣と田畑副大臣補佐し全力を尽くしてまいりますので松下委員長をはじめ理事委員の皆様方の格段のご指導ご鞭撻を心からお願いいたします政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査のため必要に応じ政府参考人の出席を求めることとしその手続きについては これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご意議ございませんか。ご意議ないと認め、さよう取り計らいます。政治倫理の確立および選挙制度に関する調査を議題といたします。昨年10月に行われました第49回衆議院議員総選挙の執行状況および選挙違反取締状況につきまして、順次、政府から報告を聴取いたします。金子